はい。はい。なんでですか。え、いいよ。次のトラックで行くのトラック。そうそうそう。まあ大事だよな。おお。おお。まあ夜食用が夜食。夜食行きます。なんでやねん。これはしょ。なんで足が悪い何食べたの。マクド。マクド。何食ってて。ハンバーガー2つ食べた。チキンフィレ2つ。いや相当やばいなそれ。はい、飯行こうや、飯。え？その飯、え？ステッカー？どっちでもええやろ。宣伝車も。あ、宣伝車ってへんね。コーヒー持たんば。おうおう、行ったって行ったって。壊れへん。壊られへんで、壊られへん。壊れへんの、狭い。あー、マジっすか？いや、そらせやろ。うどん以外入れてる。うどん？ほら、うどんにしようや。ラーメンしかないんだもん。え？ラーメンしかない。ラーメンまずいで。サノラーメン。おう、まずいで。まずいか。おう、サノパーキングのサノラーメンはまずいから食べたらあかんって結構有名や。実は。おう、いやここの、うん、サノラーメン、サノパーキングエリアのせいでサノラーメンのイメージ下がってるっていう話多い。え？やってるよ。だからあれやん。社長なんか変わったやん。揉めとったやん。これなんか社長が辞めんのを条件になんか専務かなんかが戻ってきて和解した。そうそうそう。崩しに行ってきますわ言うたもののやってないんか。嘘やろ。なんで再開したって俺はなんか乗っ取ったねネットで見たね。なんかめっちゃおもちゃとか売っとるやろ。あ、そうそう、めっちゃある。そうやろ。もう探しとる。え？そんな。ミカドールやん。眠たいっすって。いやいや全然眠たそうちゃうやん。おはよう。いや俺に起きろ言うといてそれはないやろ。え、そりゃそうや、そりゃ当然や。カブカブさんが好きや言うとるんやでさ。おお、港町クロート丸シリーズって言うとるんやで。やっぱ好きなお前や言うたら。そりゃやっぱりありがたいことやで。腹いっぱいっすよ。いや腹いっぱいどころか俺はもう今起こされたばっかりでもうな。頭まこちるやで今。頭こちるやで、頭こちる。そう、どうやばいわ。ほんま。いや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 。いや俺もあれやで、俺ももうあとな、あともうもっと寝て、すっきり。え？いやいや、あかんあかんあかん、もうマッハで来やな、マッハで。その足柄でマクドに動くって言われちゃうで。こっちの重そうや。これやばない。全部乗ってるやん。そっちじゃん、むしろ。でも値段がな、高いよな。バカンスってうどんすね。なんなん、うどんって。これうどんってなんなん。いや、ちょっとどんなうどんあるんすか。マジで。あ、冷やしぶっかけうどん。あれっすね。それぐらいで調味したら。マジで。迷った時はおすすめとか書いとんで。めっちゃ安いよ。でも一緒といい食ったり、こってり味噌とかも食ったで。どれ？どれどれ？あ、それも食べた食べた。それ食べた。うん。マジで？ほんまに言ってるの？さらっと言われる。全然腹減ってるよね。一番もったいない。いやいや腹減ってなくても食うとき食えへんときもあんやで。トントンやん。うどんはこちら。冷やしかき揚げとか。また迷わすような相談しましてん。何迷うの。迷ったときは両方やろ。いやさ、えほんまに冷やしぶっかけうどん ID 使えるんじゃん。選択された内容を持ってきてない俺。マーレー乗りすぎてちょっと日焼けしてるやん思って。え？それなんや、ハーレー焼けしてるもん。うん、はい。なんやそれ。かけうどん。おはよう。おはようございます。
でチャンスと僕も寝ますって。いやいやいや、俺今な起きたとこやん。路線やから寝ますって。路線まだ路線やってんの。路線 やばい。なんなの。鍵曲がってるやん。鍵曲がってる。鍵曲がるよそんな。曲がりすぎる。ええねん、人間まっすぐやったらええねん。鍵なんか曲がっても人間がまっすぐやったらええねん。ちょっとテンション低いっすよ。いやだから今寝てたって。ね、だからな、まこちゃんどうやって教育していこう思って今後の教育方針で悩んどったとこやんか。もうええっすってね。いやいや、ようわからんけどさ。なんでですっても、うん、じゃあハーレーの魅力をみんなに伝えてよ。いや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 、もうえやめましょう、やめましょう。あっち行くんさ、次のジャンクションで左行くんさ。うん、それ北関東だろ。はい。そしたらアシカが、アシカがで降りな、もうあとないんすよ、うん、パーキングは。いずるすぎ、いずるすぎ。あれ止めれるんすか。あそこなんもないから止めれんで、うん、駐車場しかないで。あ、そうなんすか。うん。で、アシカが過ぎたやろ、こっちから言ったら過ぎて、いずるすぎの次が大田区大田やろ。あれ、そうでしたっけ。アシカが、じゃあもうないんすか。いずるすぎが最終ちゃう。そんなパーキングはないんですけど。あれジャンクション曲がってすぐ1個目あれやろ。ああ、ほんまやった。うん、ああはあはあ。え、だからもうここで寝ろってもいいってことでしょ。まあな。ああ、もうしんどい。トイレはありますやん。めっちゃ取りますやん。もうそらせやろ。あ、ここでええか。iPhone 11 Pro かっこええなぁ思て。いや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 、 iPhone 11 Pro 早速かっこええなぁ思った。バカにする、バカにする。すごいそれな。Apple Store どこで買うたん。バカにする。え、バカにするって何。Android。 え、あ、まあ、読まなしゃ読まなしゃ読まなしゃ。何がいいことや知らんけどやな。寝ましょう。これ聞いて、うん、太りますわ。脱ラーニーか。太るってないやねん。もう太ったやん。え、いやいやいや、それ以上太るんけ。いやいやいや、周杯の時よりが痩せとるでしょかな。あんま違いが分からんぞ。痩せてるっちゃな、ガリが言うこと痩せてるっちゃやね。マコチェルみたいなのが痩せてるっちゃやね。でもあの人めっちゃ食べますやん。仲間で萎縮してしもてよ。あれ食べるな、あれおかしい。めちゃめちゃ食べるな、マコチェルは。刻みネギすごっ。あら、減ってないんステーって言ってその食いっぷりやろ。運転手やの。素晴らしいわ。まあ、足柄からここまでの分が消費されてますから、うん、いや、そりゃそうやで。足柄からここまで言うたらな、普通の人間で言うたらさ、半日かかって移動するような距離やん。東京の向こう側からこっち来たやでな。うん、うん、この後まだ仙台まで走んやろ。走らないよ、ここで寝ます、今日は。仙台の人にタイヤ届けたって。こたつよ、こたつ。こたつ持って行ったってさ、今日こたつやろ。いやこれが一番大事やろ。はい、うん、予算使いながらね。うん。もう安心かけてますよね。うん、うまいわ。やっぱり夜はこんなんがええな。うん。何もしかわからんすね。なんか山田うどんの冷やしぶっかけがうまいらしい。うん。行ったとこっすか。ざるか、あったかいのじゃなくて、はい、冷やしぶっかけってのがいいらしいな。俺食ったことないんやけど、まこちゃんが言うとった。うん、分からん。意外と言ってません。まこちゃん通いすぎやね。めっちゃ割引グーグルポン持っとったもん。うん、コロッケの件とか。追いかけたって。まこちゃん追いかけてクーポンくれやー言って。あ、わかりますわ。
分からへんし。え？分からへんし。なんで？分からへん。うん、分からへん。いや、それはせやろ。来た瞬間いっぱい。ガラガラやったり。あ、そう。うん。いや、時間的にな。うまいっすわ。うん？うまい。着物食堂よってゆっくりしてんさっき遅なんねや。いや、積みが遅かった。なかなか、もっとパパッと行ったって。まさかケツ積み？いや、横、横。横？うん。香ばしいっすよ。塩気香ばしい。分かった。足利の50号のさ、こう、ガナってとこ左曲がって、もう一回左曲がったとこの倉庫じゃん。え？多分せやろ、俺持ってったことあんねん、こたつばらずに。50号？うん。あれ、足利や。足利なら、軽ミューかなんか、あの、久保田松下電工かなんかの近くじゃん。俺、それ行った。2台か3台か。え、ちょっと待ってよ。50号？うん。50号から。だいぶ遠い？ちょっと離れてますよ。あ、そうなん？山の近く。ああ、ちゃうわ。昔行ったことあるね、そこ、こたつよ。ああ、うん。今、ケース電気とか。へぇー。ケース電気？うん。夢、夢、ハッピー、いつでもお得が。はい。あれも、足利から行くのと、太田桐生から行くのと、その怖い。まあまあ、せやろ。太田桐生から50号で行って、うん、で、50号バンバン流れんで、この時間。全然、この時間っていうか、4車線やでさ。市内なんですね、明日からの。車種番号の車両には、車検番号299、200、201、202、203番号の車両が、なかなか頭がよくございます。何から降ろすの？AM 着。うん？帰りは？3時までとか。夕方の？うん。余裕やな。関西？余裕やな。え？余裕やな。下着。下着？あのトラックアウト歌まろよって。ほんで。薄い峠回して、明石屋食堂で大盛り食べてからの、裏の時、さらしシャワー行ってからの、塩尻で SS 食堂を食べの、スカチ川目指して、カチ川から目にかん乗っかりやな。つかへん。何月やろ、余裕やん。つかへん。余裕やん。あ、1号回して、5号回して、首都高だけ乗っかりの、横浜新道から1号降りの、箱根でホルモン行きの、トラックサポーターら行きの、トップロード仙台一回行ってから行きますから。ああ、了解。ほな明日よろしく。明日ほなトップロードで会おうか。ほなちょっと明日トップロードでちょっと君のね、ニューマシンのちょっと新しい飾りをちょっと吟味しつつやな。いや、うん、了解了解。つもり食で。前と一緒のギガ。え？前と一緒のギガ。成長してくれる？R1 飲んだ方がいいんだ。成長作用があるんだ。いいがちゃん。ここはまだ。ニューマシンで行ってもらったら。
いや、これがな、本来の世界やで。お椅子並べて寝れそうか。分かんない、怒られんの。今までな、161でくすぶってたで、あかんの。ちょっとブラウンになった。そんな、俺も関西関東発送するときはもう毎日も寝れへん、寝れへん言うてやな。うん。亀山ゲート9時にくぐってくんねんで、東北朝おろしやのに。そんなんザラにやってたやん。うん。懐かしい、ね、軽減っすね。え、何事も軽減っすね。いや、せやで、やっぱり。でもやっぱそれが楽しいもんな。あれも言うて。うん。それやりたかったやろ。うん。え、それに憧れてハンドル握ってんやろ。笑うで。笑うたか、笑うた。ええやんか。もうちょっと食いたいな。いや、だからいっぱいですよ。情けないこと言うて。寝る？寝る？うん。寝起きバリバリっすよ。いや、眠いやん。仙台生まれだよ。眠いけどな、眠い眠い言うてな。仕事してる方がな。なんか気持ちええやん。仙台行きましょうか。仙台行く？トップロード？お父さん。あ、見た？見てない。見てない？もうここはあれが売りやで。あ、そうなの？見たか。やばいやばい。やばい、天井に頭つきそう。天井に頭つきそう。やばいやばい。え？くっつきそうなっとるやん。グラプロあるやろ、グラプロ。これ。グラプロあるやん。どうすね。おう。グラプロと、この幅広台車で、こう、ブルトーザー、積んだって。ほら、下にあるやん、これ。DHL。ギガないっすよ、ギガ。ギガ？ギガはないやろ。プロフィアばっかやん。ギガないっすよ、ギガ。ギガはないやろ、さすがに。ありますね。どこにあるの？うん。嘘やろ？それな、それギガマックスやん。古いやつやん。ありますやん。N ゲージじゃんこれ。僕乗ってたやつ、もう新しいっすね。鉄道模型のやつやろこれ。ちょっとちっちゃすぎるやん。僕が乗っとったギガよりか新しい。かな。しかも風防路専用やん。それを言われた。何、トミカ集めてんの？マジで集めてない。トミカバラ積みしたいって？難しい。ほら、これオリコン、オリコン。これやん、これ。これ助手席に積まなあかんやろ、オリコン。え、国鉄コンテナ。売っとるよ。ここにほら、ここにもこれありやん。日通のやつもありやん。ここや。うん。買おうかな。え、マジ言ってるの？後ろに置いとこうかな。あれ？ラッシング入れ？ラッシングとラップとやろ？ほんで、あれ、白鶴のビールケースみたいなやつ入れるんちゃう？普通。青春って書いたやつ。あれやん。めっちゃ高いです。いや、それだからあれやろ、珍しいからやろ。マイナーなトミカやろ。この箱が高いんやつよ、どうせ。そら高いやろ。でも箱は立派やけど、中はチャチーかもしれんね。わからんけど。それ結構あるやん、トミカって。マゴチュウさんの、それパジェロちゃうやん。これだから復刻トミカなんちゃう。なんか古いもんな。ね、ギガあるやん。ファイブスターあるやん。こっちやろ、君は。これやろ、これ古い方やろ。あー、うーん、いや、ちょ待ちや、これうまいの、あれや、うまいの。いや、これかな。これ、あれ、阿武隈高原はこれ、ああリンゴ、ああマジで、俺オレンジのやつはよう飲んだけどな。これ、あの、厚木のパーキングか、上河内のパーキングか、どっちかで買うっていう。いや、関西帰って買います。いや、あかんね。汚染されとる。関西帰
ラニーあるかな思って。ほらこれほらこれつけだってこれ。後ろで後ろでそう。うん。海外ですね。うん。あのスリンキービヨーンって伸びとかやったって。うん。後ろシャッターやないだからな。出た出た出たバイクバイク狂い出たバイク狂い。なんやんハーレーなんやんハーレーあるやんハーレーそこにあるやん。君のハーレーあるやん。ちゃいますねまちゃいますね。え？ちゃうの？ちゃいますね。回転寿司やん。え？いや、音音。そうなんちゃう？はい、ありがとうございます。ありがとう。ここで全部買える。うん？ここで全部買える。はい、東京バーナー？いや、キットバーナー。いろんな味。キットチャンネル見てるもん。知らん。え？キットカット？え？キットカット？キットチャンネル見だってや。はい。おう。失礼します。はい。あ、ありがとうございます。はい。仙台には売ってへんで、ね、気ぃつけたってな。うん、この T シャツなんなんこれ。え？日野自動車ってなんかそんなどこで買うたん？サイズあったん？え？よう分からんけど。そのクロックス俺前履いてたやつと一緒やん。そうすか？おう。そう？それ水抜けへんやつやな外が。僕水ビチャビチャってなるやん。雨の時ビチャビチャじゃないやろ。雨の時ビチャビチャなのこっちの方がいいね。え、ちゃ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 そっちの方が雨の時。いや、水たまり行くでやんか。いや、行きたいって。はぁ、あ、水たまり好きな。水たまり見たら行ったらあるの。そうなん。水たまり大好きなん。何やそれ、チャッピチャッピってやつ。マコチューと一緒やな。え？あ、これ嘘ばっかり言うなよ。そんなわけない。なんで三重ナンバーやで。おかしいやろ。いやいや、イスズ好きやのになんでそんなヒロの T シャツ着てんのかな思って。いやいやいや、イスズ大好きやのにどうしたんかな思って。え、イスズ愛してんやろ。ヒロがええの。ヒロがええにやったらそうやってちゃんとしたってさ。お疲れでした。走ってやったってちゃんと。これですね。え？これですね。これやろ。いいな、やっぱ広いですね。え、いやだからみんな心配してるでさ、ハーレーばっか乗ってトラックをやめてしもだ言うてな。あ、もうハーレーにうつつ抜かさんと、ちゃんとトラックやろやったって。うん、またうつつ抜かしてんの知ったらもう俺ハーレーもらいに行くでな。うん、引いとるよ。なんで座布団いるやろ。めっちゃ跳ねる、めっちゃ跳ねる、めっちゃ跳ねる。跳ねるよ。これやっぱおう、マットこれ変えたらおう、やっぱ気持ちいいですね。そらせやな、ね、いやなんか金火山のマットもええけど、やっぱこの、なんていうの、このモフモフがええんやで。そう、肝がええんやで。おうで、ここに置く臭いの。そらせやろ。なんでそこあるやん、洗車しといてびしゃびしゃなんですよ。なるけど走ってたら乾くやん。いや、ここはエグってさ、下に下駄箱作りたいねんけどな。うん、もうええかな、もんね。どうせサイズ的に靴入らへんし、俺たち作ってもやな。うん、
そういうことや。はい、じゃあね、今日は、神戸の港町くろうと丸くんがね、まあ、うちの動画でもね結構過去ねとんかつ秋の動画とかね金沢トラックステーションとかねまあいろいろね、まあ、人気の、うちのねリスナーさんにも人気のね港町くろうと丸さんね、まあ、通称タグチェルね、タグチェルと今日はね、ご飯行ってきたんで、うん、よいしょ。まあ嬉しいですね、うん、やっぱりね、まあ、一時期ねやっぱりね路線でずっとねあの一般降りて路線やってた言うてたけども、まあ、こうやってねちゃんと戻ってきてくれたっていうのはねまあちょっとね間かかったけども、まあ、やっぱ嬉しいなと思いますね。まあ今はね新しい会社でまだね入ったばっかりやいうことでね、まあ、有給消化でもハーレー三昧が長すぎてもちょっと呆れとって心配になっとったけども、まあ、今回ね、まあ、予備車が乗ってね、走り始めたということで、まあ、来年ぐらいにね、新しい車になるいうことなんで、まあ、それまでにね、ちゃんと一般業界成長してもらって、ね、まあ、僕もずっとね、関西関東ね、寝る時間なく走ってましたけどね、もう、それをね、やってほしいなと思いますよ。前の会社ではね、やっぱ北陸関東とかね、北陸関西が多かった、やっぱね、関東関西っていうのをねほぼやってないみたいなんで、まあもちろんね一般っていうね本当の一般業界ねまだ全然ねやってないみたいなんでね、ぜひまあそのね楽しさとしんどさと達成感で、ね、味わってね、成長していってほしいなと思います。はい、じゃあねまたね港町くろうと丸、タグチェルシリーズ、また見たいよという方は、応援ボタンまたコメント欄の方でよろしくお願いいたします。はい、まあ冷やしぶっかけうどんうまいっすね、うん、佐野パーキングもね結構ニュースになってねいろいろあったみたいやけど、まあ、結構ね皆さんね生き生きしてましたね。前はなんか困窮してなんか元気なかったけど今日はなんかもうみんなこの時間やのにね生き生きしてましたね。いいことやな思います本当にね、うん、前の社長が退任してね、ボイコットっていうか、まあ、ストライキしてた人らが戻ってきてね、まあ、新しく、生まれ変わったね佐野サービスエリアでまたね皆さんの利用をお待ちしてますよってことでね、よかったなと思いますほんと、うん、まあね美味しかったんで、うん、また行ってください。山菜が入ってるんやね、これわらびとかが入ってるんやね、美味しかったわ、うん、はい、まあそんなわけで夜中ねちょっと夜食になんかね重たいもんいらんなあいう時にちょうどいいかなと思いますんでね、冷やしぶっかけうどんさんのサービスエリアまたね気になった方おられましたら行ってあげてください。はい、じゃあまだね今後とも、港町くろうと丸、ことね、まあ、タグチェルの、成長をねまた今後とも見守っていきたいなと思いますんでね、皆様もね応援の方よろしくお願いいたします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバーイ。